駅舎近系ホーム、高島浜駅は、大阪府高石市高島4丁目にある、南海電気鉄道高島浜線の終着駅。駅番号は、NK16 から2。単式一面一線のホームを持つ、高架駅で、来た列車がそのまま折り返す構造。ホーム庁は4両分程度あるが、羽衣側は手前に咲くが、終端側は、ホームの端より手前に、 車止めが設置されているので、大体ホームの中央部で発着する。ホームそのものは、将来の一面に線化に対応した設計となっているが、当面予定はない。ホームは2階、線路から見て、東側にある。なお、このホームの真下に、地上線時代のホームが撤去されずに残っている。トイレは設置されている。駅舎は南側の地上にある。駅舎正面入り口上部には、 ステンドグラスがはめられている。高島浜先行家火事に解体される予定だったが、地元の熱意によりそのまま残されていた。しかし、一部がひび割れている箇所もあり今後、風などで損傷がひどくなる恐れもあることから、高石市が、駅開業100周年を機に、取り外して、保存、活用したいと、南海電鉄に申し出、2020年3月に南海電鉄から、 高石市に寄贈された。高篠浜駅には強化樹脂製のレプリカが設置されている。改札外にあった売店は閉鎖され、アイスと飲料の自動販売機コーナーになっている。2011年5月1日より一部の時間帯において無人駅となった。券売機は一つで別に乗車駅照明発行機と清算機がある。 2016年度の1日平均乗降人員は1631人である。駅周辺は区画整理された道路が縦横に走る住宅街となっている。なお、南海本線高石駅も当駅から徒歩10分程度の距離にある。南海電気鉄道高篠浜線キャラ橋駅、高篠浜駅 AB、南海本線、高篠浜線連続立体交差事業。 南海本線の堀り線の高架化に向け、工事が進捗しています南海電鉄。h t t p w w w n a n k a i c o j p スラッシュライブラリースラッシュカンパニースラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ2 0 2 1 1 p d f 2020年12月12日閲覧大阪府統計年間大阪府統計年間 大阪不統経年間大阪府統経年間大阪不統計年間大阪不年間大阪年間大阪不統計年間大阪不年間大阪年間大阪不年間大阪不統計年間大阪不統計年間大阪不統計年間大阪年間大阪不統計年間大阪不統計年間大阪年間大阪不統計年間大阪不統計年間大阪年間ありがとうございます